関西も随分暑くなってきました。今日なんかはもうね、ほんと昼間は暑かったよ。夜になって少し風が出てきて、風が入ってくると、まあ過ごしやすいかなという感じではあるんだけども、まあ湿気がね、ちょっと多くなってますわね。というわけで、今夜も始めましょう。カズラジバージョンです。はい、皆様こんばんは。カズラジバージョンでございます。まあ季節がね、まあもう進んで、これ梅雨に入ってますから、夏前にだんだん暑くなってきましたね。琉球の折田さんは、久しぶりに晴れた沖縄ですということ。いよいよ梅雨明けかもしれません。そうか、もうそんな時期なんだね。でね、琉球の折田さんは、今日は一つ質問がありますということで、仕事で長い文章を覚える必要があって、金曜日に暗唱テストがあるのですが、なかなか頭に入りません。大前さんは、原稿を暗記されたり何かを暗唱されたりするときに、どのように覚えていらっしゃいますか？秘訣があればぜひ教えてください。そんなものはございません。ひたすら覚えるだけです。僕は割とこの暗記とか得意な方なんだけれども、コツはないよね。ひたすらもう順序立てて意味を考えながら覚えていくということですよね。これ一語一句同じじゃないとダメなのかな。そうなんだ、大変だね。ごめんね、僕には秘訣はございません。僕もひたすら根性で覚える、それしかないんだけども、僕はそれがあまり嫌いじゃなかったんだね、作業として。だから得意だったんだけども秘訣はない。ごめんなさい、答えになっておりません。チルドレンさんです。蚊に刺されるとの表現ですが、私も噛まれると言ってしまいます。両親の影響を受けたとしか思えません。実家は三重県鈴鹿市ということもあって、関西弁をそこまで話さない地域ですので、私は蚊に噛まれにくい体質です。あ、いいね。僕はもう蚊の好物と化してますからね。部屋に24時間蚊を寄せ付けないスプレーを噴射しているからかもしれませんが、年に数回くらいしか噛まれません。いいね。噛むって言うんだ、鈴鹿でも。でも一応関西ではね、蚊に食われるって聞いたことない？昔のじいちゃんばあちゃんはそんな風に言いますよ、関西人は。はい。さて、今日ゴキブリネタも多かったんだ。蚊とかね、まあ昆虫関係なんで僕も嫌いじゃないんだけどもね。ありがとうございます。そうだね、谷健さんがさ、もうそのゴキブリネタよ、究極の。カラオケでバイトしていた時のお話をね、乗っけてくれたんだけども、どこだったでしょうか。あったあった。学生時代のカラオケのバイトね、やつらが出てくる季節ですね。やつらですよ、コックローチはね。そのカラオケのバイトの時ね、キッチンとその周囲でよくやつらを見かけるようになったので、夏に向けて少しでも減らそうとキャンペーンで、キッチンのあらゆるところに殺虫剤を振りまくりました。すると冷蔵庫の裏などからおびただしい数のやつらが出てきました。数十匹というレベルではないくらい。嫌だね、もうそれ想像するだけでも嫌ですね。はい。で、店にいるすべてのを駆除しきれないので、結局は業者さんにお願いしましたということ。退治した奴らで排水口が詰まったそうですよ。もう嫌だ嫌だ嫌だ、もうやめよう。はい、ありがとうございました。そんな感じでございますな。それから、福井のけいちゃん、いつもありがとうございます。蚊に噛まれるという方言は初めて耳にしました。福井は言わないか。カズナー皆様の地元の方言、言葉の話題を拝聴していますと、日本全国で様々な方言、言葉があるんだなとすごく勉強になりますし、聞いていると楽しいです。私の地元福井にも福井弁という方言がありますが、あるだろうね。他県で口にするのはご法度の福井弁があります。これ面白いよ。それは、はよシネマという福井弁です。これどういうアクセントなのか知りません。はよシネマという福井弁です。
正しいかどうか知りませんが、このアクセントが、イントネーションが、早くしてください、急いでしてねという意味です。決して早く死ね、くたばれという意味ではありません。その他にもテレビの砂嵐のことをジャミジャミ、へえ、かわいいな、星座のことをおちょきん、郵便局じゃございませんよ、コップやお椀等に液体や固体が、なみなみと注がれ、今にも溢れそうな様子をつるつる一杯と言います。へえ、面白いね。でも早死ねまという福井弁は、他の今でも他県の方の前では思わず口にしてしまわないように気をつけています。早死ねま、怖いね、一歩間違えば喧嘩になるね。ありがとうございます。月の和牛さんです。愛犬の話をしていただきありがとうございます。我が家は現在2匹飼っておりまして、現在は2代目と3代目になります。犬種はすべて譲っていただいた雑種犬です。初代は2004年に近所の方からいただき、2015年に癌で他界。あー、かわいそうね。でもね、きっと幸せだったと思うよ、その十数年はね。今回手術をした2代目は、2012年に近所で迷い犬で引き取られ、保健所の期限の前に、ああ、よく助けてくれた、我が家で引き取ることになりました。ありがとうございます。グビーと名付けました。推定12歳ですね。体はジャックラッセルテリア、顔をビーグルが入ってます。人懐っこくて犬に慣れていない子供たちにも好かれます。いいね。3代目は2017年に群馬県の愛護センターによって子犬で譲り受けました。7月で5歳になって、昔ながらの日本犬の雑種でコナツと言います。かわいいな。小さいですが、私のアイコンの写真を愛犬に差し替えました。長々と愛犬の話をしてすみません。いや、このアイコンの写真かわいいね。もうこの、あのアイコン変えないでね。ありがとうございます。そうなんだね。でも、手術をした2代目、グビー、元気になればいいね、本当にね。ありがとうございます。まあでもね、その保健所から引き取ってきたりとか、愛護センターで子犬で譲り受けたりとか、月の和牛さんは牛だけども、きっと犬に感謝されてると思うよ、本当に。はい、ね、ありがとうございます。いや、もうね、そうやって、なんでその犬を捨てるやつがいるのかねと思うね、本当にね。ありがとうございます。それから爽快王さん、高校の同学年に私と同姓同名の生徒がいました。たまにあるよね。彼といろいろと比較される不安がありましたが、それはなくなってよかったなということで、今ね、どうなったかというと、パソコンのね、バッテリーが切れて曲も切れたしね、画面も落ちましたというわけで、爽快王さんのお便り、その後ね、山口さん、なんたら桃江さんという方が山口さんのお家に嫁ぐということになって、山口桃江という名前になるのがどうかなという話のお便りでした。もう画面切れちゃって音楽も切れましたけどもね、もうこのまま行っちゃいますね。そうか、そういうこともありますね。実はある僕の知り合いの方に、ミキさんって方がいらっしゃる、ね、でミキさんが結婚した、ミキさんは男性ね、ミキさんという男性が結婚した奥さんの名前がミキさんなのよ、ね、ミキミキになるじゃない。で、まあ、それはちょっと、まあ、それはそれで僕はいいと思ったんだけど、やっぱりなんか奥さんの方がどうかなと思って、そこで改名されたんですって。ミキミキ子さんに変わりました。そういうこともあるんだよね。ねえ、例えばこれマリさんがさ、水田さんと結婚したら水たまりよ。これもまた嫌な感じがしますけどもね。まあそんな感じのことですよ。だからもう、この瞬間に今パソコンが、今僕これデスクトップじゃなくてノートパソコンの今、そうそう、バッテリーがなくなりました。充電しないといけないんだけども、このパソコンね、これね、これがもうなくなっちゃったんで、もう
この真っ黒ブラックアウトだからもう放送事故だよ。だけどお前が喋ってるから、だから BGM もなくなったし、皆さんのお便りもうこれ以上今日読めませんけども、ごめんなさいね。ごめんなさいね。あとさっきちらっと見ていますと、ヤマッチョさんがそうそう、地上、空港のね、航空会社の地上勤務の方々が、ちょうど飛行機が出ていくときに手を振ってくださる、その時にできれば乗客の方も手を振ってくださると嬉しいですというふうに、昨日おっしゃってました。で僕が、機内から振ってる手を振ってるところなんて地上から見えるんでしょうかという話をしたところ、山下さんがよく見えるんですということで、ね、で必ず山っちょさんは京セラにお見えになると、アナブースに向かって入ってきた、球場に入ってきた時に、アナブースに向かって一礼、球場を去っていく時にもアナブースに向かって一礼するということ。アナブースからスタンドグラウンドは見えるんですかっていう、スタンドもよく見えます。もしそういうおっさんがいたら私だと思ってくださいということですね。承知いたしました。というわけで、もう僕はほとんど下読みしていませんので、ちらっとさっき読んでいた、覚えているお便りだけをご紹介しましたけども、というわけで、今夜のカズラジバージョンもう終わりですよ。もうパソコンもさ、電池がなくなって落っこちたし、 BGM もなくなったし、もうお前ちゃんだけよ。もうこれ音が鳴らなかったらこの間の京セラドーム大阪状態ですからね。という感じでございますね。ちょっと季節がね、梅雨に入ってあんまり関西雨が降ってはいないんだけども、この雨が降らない状況の中でもね、蒸し暑くなってきて、もう雨が降れば完全に梅雨だし、もうそれが上がれば、夏だしというような時期になってきましたね。7月のね、6月から7月にかけて、7月のお仕事の依頼とかを頂戴するようになってね、そう思うと、ああもう来月夏なんだと思うとね、なんかもう早いね、あっという間に、ついこの間よ、もう本当もよく言うんだけど、宮崎でキャンプインを迎えたと思っていたら、もう7月になろうとして、6月も下旬だからね、早いね、本当にね。そういうことで、あの頃はあの頃で楽しかったし、今は今で楽しく生きなきゃいけないというふうに思っております。というわけで、何もしないうちに時間ってこうやって経っていくんだなというふうに思いますね。だからちょっとでもね、有意義に、物事が進めればいいかなと思っておりますけれども、さあどうなりますかね、本当にね、難しいなというふうに思うわけであります。そんな感じで、今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。というわけで、明日僕は、さっきも申し上げましたが、さっきっていうか夕方も申し上げましたが、ちょっと早めに球場に行きまして、練習前に、ケイタ君とラオにインタビューをする。これコラムを書く、コラムなのか記事なのか、取材記事を書くというね、ことなんで、それの取材と、それはもうついでに、じゃあ取材するんだったらそれを収録して、番組用にインタビューとして構成しようというようなお仕事があります。で試合前は4時過ぎからだと思うんですけども、まだこれね、皆さん知らないでしょ、トークショーやります。オンライントークショーやって、これ B'z TV で流れるのかな、ライブなのか、後ほど編集してなのかは知れませんが、それをやります。オンライントークショーやります。ある大物選手と一緒にやりますから、それだけ申し上げておきます。ぜひチェックしてみてください。今夜も最後までご視聴本当にありがとうございました。というわけで、今日は何にもなしで、ごめんね、一部しか、本当今日一部しか、お便り紹介できませんでしたが、ありがとうございました。じゃあまた、そういうことで、黒潮の清掃担当していた、という話もありましたね、今日ね。ありがとうございます。じゃあまた。